トゥルクの当事務所国民連合党は、1918年に結成されたフィンランドの政党である。社会民主党、中央党と共に、かつての三大政党の一つである。北、大西洋条約機構への加盟を強く打ち出している。欧州人民党に加盟。フィンランド南部の都市部の企業経営者などに強い、支持基盤を有する。学生や女性など幅広い国民から構成される。 株組織があるのが特徴で、中にはトルコ系移民がリーダーを務めるグループもある。1990年代から2000年代にかけての議会選挙では2割程度の得票率を獲得し、2007年の議会選挙においては200議席中50議席を得た。また、翌年の地方議会選挙では中央党の議席を上回るなど躍進した。 18.6%の得票率に止まり、選挙前より6議席を下回る40議席に後退し、野党となった。50議席にまで回復。これにより51議席を獲得した、中央党に次いで、議会、第2党に躍り出た。選挙後、中央党、緑の同盟、そして人民党からなる4党連立政権に参画、した。真のフィンランド人の躍進により、 主要政党は軒並み議席が減少。国民連合党は44議席に減少したが、第1党だった。中央党は35議席にまで減ったため、国民連合党が第1党となった。国民連合党は37議席に減少して、第3党となり、中央党が49議席に伸ばし、第1党となった。選挙後、中央党と真のフィンランド人からなる3党。 連立政権に参画した。1946年から1956年にかけて在任した第7代のユーフォクスティパーシキビが当所属初の大統領であり、2012年にはサウリニーニストが当所属者としては56年ぶりに大統領となった。ありがとうございます。